鳴り響く金網を揺らす音。フェンスによじ登り出口を探して逃げようとしているのは猿です。こちらは地元猟友会のメンバーが撮影したもので、檻に捕獲された猿を捉えた映像です。三好市では野生のニホンザルが増加傾向にあり、農作物への被害が相次いでいます。住民からも悲鳴が上がっています。夫がこの屋根から登ってこの電柱を引っ切って、電柱から入るのをちょうど夕方水をやりしている時に見たもんですから。2年前から猿の被害に遭っているという石田さん、3週間前に野菜の様子を見ようと畑に来たところ、キュウリがかじられているのを発見したということです。全部もいでなんかかじったようにして、その残骸がここに落ちておりました。さらにこんな大きさのトマトを一部だけかじってここへ投げていたので、朝すぐ分かりました。石田さんは音が出る猿よけや唐辛子やシソなど香りの強いものを使った対策を行っていますが、効果は薄いと言います。悲しいです、とても残念です。本当素人で作っているんです。全然習ってないけど、だからそれを守りたいなと思っています。お猿さん来ないでと願うばかりです。今日住民に向けて行われた講習会で、専門家は猿の対策について慣れさせないことが重要と説明しました。増え続ける猿被害、性格保って作った作物が猿に来られるんじゃもね、猿を養うために作るようなものになってしまうんで、留守にすることが多いんで、留守に来られたらこれまた対策できるなということですね。みんながやっぱり知識とか情報を共有して協力をして対策をしていくということが、地域一丸となってということが大切だと思いました。三好市は猿への警戒のほか、遭遇した際は道具などを使って追い払うように呼びかけています。一生懸命育てたものを荒らされて、皆さんそれぞれ対策にお金も時間もかけていらっしゃると思うんですが、安倍さん、なかなかなくなりません、うん、ですね。これも原因だったり、ね、対策っていうのは難しいで、分からないものも多いと思いますし、ね、これ今後もしかしたら人に被害っていうのも出てくると怖いですからね、考えられますよ ね、 対策は本当に考えないといけないんですけど、ね、難しいですね。なんか猿というのは学習能力がとても高いということで、専門家の方によると、ここは絶対に来てはいけないところだよということを、教えてあげる、もう見つけたら必ずすぐ追い払うことが大切だということです。